外に出して鶴田、最後は鶴田のミドルシュート。岡田、大崎、大崎下がりながらバックショット、おお、プットバックしました。投げる、そして振り向き球のシュート、ここはリングに嫌われました。逃げ切ることはできませんでした。残り3分半、トミーリクエストショー入っています。おー、決まりました。今は鎌田に対して鶴田、鎌田が行く、鶴田のブロック、藤本中に入るか、入って、鶴田のシュートはショットクロックの、藤本はどうする、中鶴田入れた、ここは佐々木のブロックをかわしました。やっぱそこをやはりどんどん狙っていきたいですよね。鶴田へ、鶴田決めた、いいプレーですね。多分今アンドレヘッドコーチの表情を見ると、はい、おお、鶴田決めた、よく決めましたね、うん。